まとめてくださった方がいたから、こんばんは、ありがとう、来てくれて。そう、昨日は30分ぐらいしか配信できなくて、今日またゆっくり話せたらなんて思ってました。1年ぶりに来た、ありがとう。オンラインイベント受付中っていつものさあれで書いちゃったけど、8枚目のイベントが復活してるもの全部受付中だよね。わかんない、どうだろう。そう、あのさ、さっきさやもお仕事かか帰ってきてカウントダウン TV がついてたから見たら、その年越しスペシャルの予告みたいな始まって、ノイミーがいたの。いや、なんかもともと出演させていただくことは知ってたんだけど、発表されるのがそう今日だと知らずノイミーがいたの。めっちゃ嬉しいって思って、見つけちゃった。ねえ、イコノイジョイ、いや嬉しいです。3年連続になるのかな、まほろばの時から、まほろば何神と3年連続で出演させていただけて、なんかね、今年は桃色歌合戦も出演させていただくし、年末年始がめちゃくちゃいっぱい盛りだくさんで嬉しいです。本当にありがとう。一緒に年越しようね、ワクワク、ありがとう。昨日の話会トラブルね、電波がなんか外とかだと割とお話会電波悪かったりとかしちゃうかも、寂しいのでお問い合わせしてみてください。お問い合わせした、すごい、あ、すごい、たくさん、いやー本当に嬉しいですね、出演させていただけて。今日のポストも可愛かった。あ、そう、なんかさ、めちゃくちゃさ、久しぶりにカメラを使いました。カメラでオフショット撮った。デアドルって登録された、大丈夫、聞こえる、そう、一番久しぶりに、めっちゃ画質やばいよね、画質って感じの、こもってる、あ、はい、聞こえる、なんかさ、エアドローじゃないわ、エアポッツ
すぐに繋がっちゃうの、なんか充電がなくなると。治った、よかった、なんでって感じなんだけど、 AirPods がすぐ繋がっちゃう。うん、よかったです。聞こえる？よかった。そう、ね、見えてるよコメント。あ、なんかさ、そう、お話し会のさ、受付がまた始まったじゃないですか。さやさ、1月6日までの服しか多分決めてないよね。どうしようかな。待ってね、明日の13時までなんで、あ、告知したくて、でカウントダウン TV は明日させていただきます、絶対に。明日の13時までで一時受付が。みんなに本当に、え、もうさ、めちゃくちゃなんかみんながすごい、昨日からもうさやもいっぱい見させていただいたんですけど、めっちゃ初恋カムバックの感想とかいっぱい届けてくれて、そう、皆さんが、だからちょっとそれを直接聞きたいし、なんかこう初恋カムバックがきっかけで、なんだろう、なんかさやに久々に行ってみようみたいな、それこそカムバックみたいな思ってくださってる方がいてくれたら嬉しいし、なんか MV きっかけでさややん行ってみようかなみたいな感じで、こう気軽に初めましてしてくれるのもすごく嬉しいから、お待ちしてますね。うん、1月6日枚数足りない、そう、1月6日がね今んとこ最短なんだけども、あれなんだよね、受付が終わっちゃってて、でもその分1月13日と1月14日が1月分なんだけど、この2つはもうバッチリ今のところ取れるので、うん、うん、たくさん好きなところ伝える、伝えてほしい。なんかさ、それこそさ、なんかこう、なんだろう、そういう同窓会とかさ、成人式とか、もうさやはちょっと大人に、年齢的にはあれだけど、こう世代的に被る方とか、めちゃくちゃもう初恋カムバックの季節にぴったりだよね。ぜひ1ヶ月後もみんながいっぱい聞いてくれてたら嬉しいなっていう気持ち。うん、待って、キャラアニのページ消しちゃった。ちょっと待って、1月13日制服着よっかな。ちょっとカムバックっぽくなるかはちょっとわかんないんだけど、1月13日制服着ようかな。ブレザー。3月とかもあるけど、3月とかに着るのもありだけど、でも13日制服にしようかな、せっかくだから。
肉体にしてみよっかな。なんかさ、ちょうどさ、や全然載せてないさ、制服ディズニーしたって話をさ、前にショールームでチラッてお話ししたんだけど、制服ディズニーしたんですよ。写真載せてないんだけど、なんならもうハイトーンの時なんだけど、なんかそれが実はカムバックとは似てないんだけど、あのネクタイだったの確か。あれブレリボンかも。大変なこと言った。ちょっと待って、確認してみます。確認してみます。やばい。いつだっけ言ったの。ここら辺だよ。さやが制服ディズニーした。待って、リボンだった。でもこの制服確かネクタイもついてきたはず。待って、白ブレ、あの白いニット着てる。ちょっとじゃあみんなに見せてあげる。これを着るかは確定じゃないけど、顔は見せない。いつか載せるから。なんかこんな感じでね、制服ディズニーしたんですよ私。はい、このなんかこの時のやつとかありだな。本当 JK。 なんかちょうどカムバックもさ、中に着てたニットが白だったからいいかも。いいかも。めっちゃハイトーン。めっちゃハイトーン。いつか載せるね。でもなんかこんな感じだった。私がなんか、じゃあ自撮りも特別に見せてあげる。いつか載せるから。さっきの全身は顔を見せないけど、なんかね、反射しちゃうか。こんな感じ。ちゃんと載せるからいつか。懐かしい。制服着ます。決めた。決めた。制服着ます、かっこネクタイみたいな感じにしよう。じゃあもしかしたらなんか別のやつかもだし、この制服ディズニーした時のやつのネクタイバージョンかもだしって感じで、カムバックがネクタイだから、ネクタイ白ニットは確定みたいな。どう？どう？14日、どうしようかな。何が見たいですか？逆に。冬っぽいさやちゃん。ああ確かに。わあどうしようかな。わあどうしようかな。私服？確かに制服と私服みたいな。冬の私服みたいな。さやさ、めっちゃ着たくて着てないさ、めっちゃ可愛い私服あるわ。そういえば冬のもこもこ
私服みたいな。確かにベレー帽、ベレー帽かぶろっかな。じゃあ8枚目ベレー帽だし、似合うと思う、その私服にベレー帽。ありだな。じゃあ決まった決まりました。あ、ゆうちゃんタワーありがとう。あとで書く。40分ぐらいから昨日のタワーと書きますね。決まった。なんか13日と14日は今回の受付で最後だから、2月はやりたいやつ2つ決まってるのも、だからもうほとんど決まってる。まだ言わないまだ言わない。うん、でも一旦やっぱりすぐ話したいし、受付も今回の多分受付で終わっちゃうから、1月の受付みんなに 1月会いたいから、ちょっと告知する。カムバックのさ投稿引率しよっかな。携帯の電波がめっちゃ悪くて、なんでとか言って、嬉しい。アカウントダウン TV ライブ、ライブは明日。よいしょ、これを。ちょっと待って。イベント受付中で、三角、1月14、13と14日、土日な、2日連続なんだ。制服と私服ってなんかさ、2個さ並ぶとなんか似てるね何を言ってるんだ、さやは。ネクタイに白ニット、私服、
よし。待って、もうちょっと。1月13日、制服、かっこ、ネクタイに白ニット。1月14日、私服、もこもこ、ベレー帽かぶる。OK、いいんじゃないかな。はい、アンチョール真面目ました。やったー、ありがとう。うん、ありがとう。あ、まどちゃん、ありがとう。たば、お、メリークリスマス。みかこ、ありがとう。ひろ、メリークリスマス、ありがとう。ありがくまさやかなみ、ありがとう。ゆりな、どうもありがとう。キラキラ、ありがとう。いきます。どこした？投稿しました。来た。そう、制服に、あのさ、このさ、引用したやつちょっと分かりづらい。制服、ネクタイに白ニットが伝わってほしい。聞かせてください。感想聞きたい。楽しみ増えた。やった、両方とも8枚目意識8枚目意識でふふん。みんなとお話できるの楽しみにしてるね。うん、お、ふみやん、ありがくまさや。なつみ、ありがくまさや、ありがとう。諸事情、今日 MVNP してた、ありがとう。嬉しい、本当に嬉しい。めっちゃコメントとか見てる。今日ニヤジュイちゃんね、 MV 公開されたよね。見た、かっこよかった。赤いパンツスタイルって思って、すごい。カムバック8万8000回も1日で、ありがとうございます。嬉しい。 MV 流してる。やったー、いっぱい聞いてね。ふふ、ありがとう。なんかみんなが好きなシーンとか教えてくれたりして、なんかブログでも書いたりとか
しようって思ってるって昨日話したんだけど、やっぱ直接来たい、楽しみ。あ、ゆうちゃんメリクリー、くまちゃんありがとう、ナナピヨメリクリー、くまちゃんありがとう。谷崎さやもトレンドリスト、やったー。日本のトレンドにもカルブ学科入ってたしさ、だしヤフーランキングとか3位とかだったんでしょ、嬉しいみんながいっぱい褒めてくれて嬉しい。まだまだお待ちしてます。あのさやに直接ぶつけてくれていいからぶつけてほしい。うん、うん、追加で申し込んでよ、ありがとう。初恋バブバッグどこかで、わかんない。でもなんかさ、すごい多分さ、めっちゃコールしやすいって言い方あれだけど、声出しがめっちゃさ、何ミックスっていうのすごい入る曲なんでしょうさ、あんまり詳しくなくて、そういうので、なんかみんながなんかいっぱい声出してなんか名前呼んでくれたりとか、なんかイントロとかさ、そういう感想的なところも盛り上がってくれたら嬉しい、嬉しいなって思いますいつかねライブで披露する機会があったら、うん楽しみ、頑張るね。その時が来たら緊張しないようにめっちゃすぐ緊張しちゃうから。ヤマちゃんメリクリーサンタありがとう。そろそろタワーを描こうかな、昨日の泣きながらサイアンコール、いいよ泣いてそう、写真を保存したのをまとめてくださった方がいて、みんながさ、インスタとかいろんなところで写真を載せてくれてて嬉しい。メンバーが、うんうん、足りるかな時間。いや足りるはず、なんかパパパパパになっちゃうけど、だし今日絶対見てないよって方たくさんいらっしゃると思うから、あのなんかもしお友達とかだったらもしなんか伝えてあくれたりとかしてくれたら嬉しいです。ボータニーさんありがとう。さっき言ったね、昨日の日付にするね、18だ、あ17だ昨日ねえ、昨日の日付にするねって言ってさ、そんなことある？よし、大谷さん昨日はありがとう、ありが
たまでした。初恋カムバック見てくれたってことかな。これからいっぱいさやとときめく思い出をたくさん作っていこうね。ありがとう。いっぱい釘付けになってください。へへへ。続いて羊いなさそう。今うん、届きますように。羊ありがとう。ありがたまでした。初恋カムバックどうだったのかなーって、すごいいろいろ感想聞きたいし、ライブで聞いてもらえたらいいなーなんて思ってる。うん、いつもありがとう。イエイ。あ、いた。ありがとう。イエイ。聞かせてね、感想。でも一緒に喜んでくれて嬉しかった。ありがとう。次もやん。もやんいるかな。いなさそう。いなさそうとだいたいねコメント欄で出席確認してるから、無音で聞いてくださってる方もいるはずだけど、なんかコメント欄にいなかった、いたいなさそうって言っちゃった。もやんありがとう。いっぱい喜んでくれてとっても嬉しかった。うん、ありがとうね。大切な曲増えたし嬉しい。なんか応援してくれてる時にね、そういう機会、ちょっとうまく言葉が言えないんだけど嬉しい。ありがとう。また話そう。そう、さやのことを多分超絶ヒロインの時とかは、これはなんか他のね応援してくださってる方も言ってたんだけど、まだ出会ってなかった時っていうのをこう言ってた方とかも言ってくださってて、だからなんかその昨日のカムバックでさやのことを応援してくれてる中で、初めてそういうなんか推しメンのセンターを迎えられて嬉しいってことをそう言ってもらって、さやも同じ気持ちだから、一緒に迎えられて嬉しいって気持ちだから嬉しいってことが伝わってほしい、みんなに。うん、嬉しいです。ありがとう。次、兄ちゃん。イニちゃんいるかな。イニちゃんありがとう。カムバックしましたか、あの頃の気持ち。これからも一緒にいてくれたら嬉しいから、今後もよろしくだよ。ありがとう。続いてブル、ありがとう。ブルいるかな。ありがとう。ありがたま。この間お話し会で話したあとすぐにセンター発表されて、実はバクバクドキドキしてました、勝手に。大切な曲がまた増えて幸せだよ。これからもよろしくね。やった。いるかないないかなってやってたらちょっと時間がなくなっちゃうので、いなさそう、いてくれたらいいなの気持ちでどんどん書いてくね。ライカ、ライカいつもありがとう。この間もお話しかありがとう。そしてカムバックもありがとう。ライカがきっと好きって思ってくれる曲な気がする。ライブで歌える日とかが楽しみだな。ありがとう、いつも。やったー。続いてとしのぶ、いる？いない？
たしのぶ2本くれてた、ありがとう。たしのぶありがとう。カムバックした、あの頃のさやちゃんへの思い出とかどうかな。でも日に日にこう月が増すばかりだけど、これからもずっと一緒にいれたらいいなって気持ち。北海道楽しみだよ、ありがとう。やったー、ありがとう。そして大輔、あ、大輔も2本くれてた、ありがとう。大輔ありがとう、嬉しい。あ、さっき言ってくれてた。大輔に初めて会った時のさやちゃんと似てたんじゃないかな、初恋カムバックのさや、どうだったかな。嬉しい、これからもずっとずっと見守っててくれたら、応援してくれたら嬉しいから、今後もよろしくね、いつもありがとう、最近特にありがとう。イエーイ。続いてセリリン、セリリン、うん、セリリンありがとう。この間、この間というかお話し会来てくれたの覚えてるよ、いっぱいセンターも喜んでくれてありがとう。たくさんさやちゃんに恋してね、ありがとう。一緒に喜んでくれて幸せ、うん。続いてミド、ありがとう。ミド2つくれてた、やったん。いるかな、ミド、ありがとう。ショールームもだし、お話し会もありがとう。そしてカムバックのセンターも喜んでくれてありがとう。たくさんこれからキュンキュンするような時間、さやちゃんと過ごしていきましょう、約束です。そばにいてね、ありがとう。あ、お疲れ様、お仕事偉いよ、見てもらえてよかった、タワーカキカキタイム。そしてゆうちゃんありがとう、今日もくれてた、ゆうちゃんありがとう、喜んでくれてありがとう。そしてこの間お話し会でいっぱい話せて嬉しかった、改めて8枚目よろしくね、いつもありがとう。たくさん聞くね、たくさん聞いて、嬉しい。続いてよしくん、よしくん、よしくんありがとう。よしよしさん、この間のライブもだし、カムバックもだし、嬉しい。これからもよしくんが応援してくれたら頑張れるよ、ありがとうね。札幌も久しぶりのカメコも楽しみね、嬉しい。よしくんにカメコしてもらえるの超ワクワクです、久しぶりだね、やったー。続いてプラス、うん、プラスありがとう、嬉しい、タワーくれてたなんて、昨日ありがとう。ショールームもお名前わかるし、カムバックもお祝いありがとう。たくさんたくさん仲良くなれる8枚目になりますように、改めてよろしくね、ありがとう。そしてかぼちゃん、かぼちゃんありがとう。かぼちゃんありがとう、本当にかぼちゃんが支えてくれて、いつもさやと一緒に頑張ってくれるからのおかげだから、とっても本当に感謝でいっぱいだよ、か
カムバックいっぱい聞いて、なんかこじらせてる？大丈夫かな？また好きになあれ。ありがとう。ありがとうありがとう。こじらせてる大丈夫かな、やばい。ギリ生きてるよかった。そしてりょうありがとう。りょうありがとう。見てるかな、お祝いしてくれてめちゃくちゃ嬉しいよ。ありがとうありがとう。8枚目の期間はりょうと距離を縮められるような、そんな忘れない期間にできたら嬉しい。お祝いしてくれてありがとう。お話し会ありがとう。こちらこそまた来てね。お話し会嬉しかったよ、8枚目の初日から。続いてコキニャ、コキニャ、コキニャ、お祝いしてくれてありがとうでした。初恋カムバック聞いてくれてるかな、とっても嬉しい。コキニャがさやに出会ってくれた、キュンキュンみたいな気持ち、わかんない、キュンキュンしてくれてたかわかんないんだけど、そんなときめきでずっと愛し合えたら嬉しいなって思います。ありがとう。ヘッダーにしてもらいたいすぎる。ありがとうね。そしてひろひろ、うん、いるかな、ひろひろありがとう。なんかヒロヒロ1日1ヒロイン、超絶ヒロイン聞いてくれてるけど、なんか今日から1日1カムバック始めてくれたみたいで、1日1カムバックでいいよ、なんか長いけど一旦。一緒に喜んでくれて本当にありがとう。これからもずっとそばにいさせてね。ありがとう。これからも続けます。やったー。そして桜もちもち、うん、桜もちもちありがとう。お話し会も、私カムバック喜んでくれてありがとう。センターこうして一緒に迎えられて、迎えられて、なんか言い方難しいんだけど、とっても幸せです。これからも嬉しい思い出共有たくさんしたいから、頑張るね、そばにいてね。ありがとう。うん、お、やった。そしてエリカちゃん、昨日の皆様、エリカちゃん、エリカちゃんありがとう。たくさん涙が出るぐらい喜んでくれてありがとう。お、センターおめでとう。また、お、思いは来年にぶつけさせてね。やったー、受け止めるね。こちらこそ大好きだよ、本当にいつも支えてくれてありがとう。ラブラブ。嬉しい、本当にありがとうございました。そして今日の皆様、ゆうちゃん、ごめんね、ちょっと日付を変えるだけになっちゃう。なんか音符とかにしとこう。やった、音符かわいい。よし、ゆうちゃん、もう一度ありがとう、ありがとうね。ちょっと今度またお話しできる機会とかあったら、カムバックの好きなところとか教えてほしいな。そしてさやんっていっぱいコールしてくれたら嬉しい、いつか。ありがとう。
がでもラブライブの話この間お話し会でできて嬉しかった、ありがとう、最高。そしてラストかな、まどちゃんお待たせしました。よし、まどちゃんありがとう。まどちゃんこれ減ったね。カムバック喜んでくれてありがとう。嬉しい、まどちゃんとこうして思い出ができて、だから改めて8枚目は特別な期間、もっと好きになってもらいたいです。ありがとうね、今日もありがとう、ありがとうわ。ということでありがとうございました。ちょ、一旦ランキング読むいきます。13位りょう、12位みかこ、11位やまちゃん、10位かなみ、9位ななぴよ、8位なつみ、7位ゆりな、6位プラス、5位ふみやん、4位ひろ、3位ひらりん、2位まどちゃん、そして1位ゆうちゃん、ありがとう、ありがとう。お話し会追加するか楽しみにしてね。こちらこそ感想聞かせて、ありがとうありがとう。じゃあちょっとだけだけどね、いつも駆け足になっちゃってごめんね。またゆっくり配信できたらいいななんて思ってます。突然フードかぶる人、ありがとう。また配信もできるタイミングでやるね。明日の13時までだからオンラインイベント待ってるね。本当に話したい、話したいしライブしたいしみんなに会いたい、そんな気持ちでいっぱいになりながら今日も眠りにつきたいと思います。うん、ありがとう、お疲れ様。今日はね早起きしたから、めっちゃ早起きだったから早寝する。早寝頑張ります。あ、ちょ、もうね間違えないよ、ラストに向かいやっとこう。右手がハートだから、じゃん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 だから、おやすみ。